別に。急ぐもある？急ぐもなんない。なに？どんなもん？いろいろ。いろいろ覚え。ああ。根っこから切るって？はい。よいしょと。何をしようと思ったんや。これなんだっけ？カボチャ。飴？飴？何？野菜フライ。いいよ別に。かまかま。別にそんなことは気にせんね。冷たいのが食べやすい。そうそう。ああ、いいよ、別に。なんか偉い。あ、柿の木がなくなった。ほんと腹立つな。あ、たた、足が痛い。あ、スポ。あ、そっちあるか。ああ。何柔らかいって書いたとわからんで、これ8番でタバコのな柔らかいってわからんで、あのな、硬いの買ってきてくれたんやん、この間は、うん、こうしてもっと柔らかい普通のがあるんよ。わからんです、聞いたわかる、言うたらわかるのよ。マイルドセブン8いうのの、うん、普通の何普通のじゃけんな。あれ違うやつやった、8。あれ箱に入っとるけ、箱いうかな、硬いんよ。その具合が悪いんよ。そんなこと言わずって分からずき分からんだよ、ね。身がらしなくなった。早。ん？あ、ここまで終わる。身がらしなくなったもん。身がらしはなかろうがなも。二つ買ったん？買うときは毎回2個買う。2個終わったかもしれんな。ない？身がらしって何やったっけ？あれか。うん、それないわ。ああ。あった。これとこれとこれもといて、これもたりこれもたりするけんけん。それこそ言ってない。それ結局あるのそれ？一回分はあれ？一回分じゃいかんわ。壊れることはせんけんな。そうだの。一つからまとめる。とみなしこれ取り寄ったじゃん。これ豆腐入れてこうやって。あれいつだったあれ。まこと。おかやり寄ったのここでや。記憶あろ。記憶あろ。あんたが食べた。記憶あろ。うん。記憶あるのに人を責めてもいないことね。自分が記憶あるのに人を責めてもいかんと思うで。いや、ここにあるのあんたが一歩から冷蔵庫入れるけいけんのよ。見て入れんけ。あのさ、見て見て入れるのは当たり前だと思うで。そういう入れとんじゃけ。決めてないんだから。自分で入れて人が入れたみたいに言うんだよ、また。まあ、終わったようなもないね。レタスもないの？この間こうできこまった？あれか。あれ、白菜。うまかったけんな。あんなしかないよ。うん。キャベツは高い。知らん。キャベツも見てな。両方こうてきとってもええわ。これカボチャだね、これカボチャ。カボチャも。カボチャって一種類しかないんやろ。はぁ、あ、カボチャって一種類やろ。一種類しかない。何度こう入れたやん、これいけるかい、みんな入れるだって。最後もね、あ
もな。これないんだ。考えてもないね、これ。全然少ない少ない、これ。これ入れたらええんだと、これ。考えてものも何も、これ。全部入れたら。バカじゃない、これ。なんで入れたらええんだって、入れて。カレーばっかし食べるって言うんだよね。今晩ここへな。そんなことせんていいよ。だカレー入れてやもん、全部。もうそんだけしかないの入れて。ご飯もないのに。ないのいいんだって言うの。何しとるの、あのな。カレーが多いとか、ご飯が多いとか、それ、人のな、食べ方の趣味やけん、それはいい。趣味言うたてな。よう考えて。わかった、はいはいはい。はいはいじゃないわよ、これ、どこへするの。たったこれ、入れたよ。これだ。こうやるときこれ動かしたら困るよ。本当に。柿の木これ。買い物から帰ってきたら柿の木ないんじゃろうな。知らないぞあんた。柿。あんたがいらんこと言うことないわ。いらんことないもんだっておばちゃんこだわっとるのに。おばあちゃんはこだわる。何しようの言ったよ。勝手に人が食べるとこ何をするわけよこれ。ちょっと。ちょっと。夕方までこれ来たらいいやろ。うん、そうよ。あ、これ、なったっけ。何だ、キャベツ。書いとろ。キャベツ書いてない。キャベツは書いとろがないのってるのに。はぁ、うん。あのな。うん。何？何？何？ようにハラミ入れとってここへな。ハラミ入れることない。かけやい。かけやで。かけやだって書いてある。これな。これ野菜フライで書いてあるのはエビ二切れか三切れより書いて。かい。かして書くの。野菜。かぼちゃやなすびやな、おいからエビが一緒に一つのこれ盛りになっとるんよ。かぼちゃエビ、うん、ほんで。そがなもんが入って一つのお皿にフライができとるんよ。惣菜やろこれ。そう、惣菜。わかるよ。うん。それがな、500何分たこなっとるけんな。お金、普通やったら379円でもっと少なかったんじゃけど少なかったの、うん、いいんだ、大きいんだ。これどうしたらいいの、これ結局結論はね、こうってくるんだよ、バカじゃない、こう書いてる、バカバカ。結論を言って、こうってくるんやろ。当たり前だと言うんじゃない。バカはバカでの、こうってくるもの書いてるんじゃけもう頼むで、本当に。レタスかぼちゃ、あめたれやろ。うん、そうよ。いいでお金や、これくるけ、いいで。あ、違うんや。カードかな。これ500円の券があって、これ出したらな、レジで。あの袋ちょうだい、袋だけ。うん、袋もあげる。うん、そしてな。なに、もうな、なに、びっくりするんよ、もう急に。急に、今話しようもんね。なによ。急に言うことはない。なに、なに。空き箱がだいぶあるから持って行って玄関な正面。なんの空き箱？もう持ってくない、もう。なんの空き箱よ。正面って何？あ、あれかな、あの。電車のカゴに入れとろ。うん。あれそこに入れとって。うん、ここ入れとか。玄関って何？あの正面玄関、カービラのな。カービラって何？こう入るとこ、正面玄関。あ、タクシーのとこ。あそ、タクシー、うん、そうそうそう、うん、あそこの入ったとこの左にな、うん、あるけんな、これ入れるとこが、うん、そこ入れてもらっとったらいい。うん、確かに。もうちょっとトイレ行かなきゃ。
言ったらな誰も行くないよ、言ったら。これな、ちょっと塚のこと聞くんやけど、医療暮らしの日フロアっていうのは食べ物じゃない。医療暮らしの日。あ、いけない、そしたら。そう、これダメ。うん、いけない。もういけない。何コータこれ。何コータ医療。甘い医療コータってか。うん。うん、これ使え。使えね。ただ医療で500円のコータじゃん。あ？だけ医療よ。医療の店行かんと使えない。そんなことなかったよ。こんな500円使えるわけやろ。ということは医療で700円のもん買うたら200円で買える。そうよ。あ、そうしてんの。何？もうこうやったような。たまねえねんよ、もう急に言うたら。何じゃつうの今思う。頼むぞ。あのそうそう。何？これあの束になっとるな。うん、あのなめこかしら、なめこいうね、しめじいうか。あのな、言うとくけど、こうなって傘になっとるやつ。それ、なめこもしめじもそう。うん、ということは、名前は間違ったら違うもん買ってくるんで。うん。そうやけど、それを聞きよるやんって。あれ、何言うの？しめじのは細いんだよ。白いんで、しめじ。白って傘になっとろ？なっとる？なっとろ？傘はちっちゃいよ。小さいわ。小さいわ。なめこは、なめこは短いよ。なめこじゃないの。しめじ。しめじ。まあ、しめじ書いて。しめじ白い細いって書いてた。分からんね、その間違ったら思っちゃう。あったあった、あ、足やた、足やた。月曜日か、月曜日よ。そしたら高いか、高かったらいらん。今もうそう、それ分からん、いい、何が高いか安いか値段分からん。医療かこれ、医療は捨てることないわ。なんでこれ使えんだって。16日まで使えないけど、置いとったらもう書いてあるわな。医療や何かに誰が行くの。違うで、医療は生活風呂やけん、生活品のなんかあるかもしれない。ない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 、水分まで使えるんじゃないか、置いとかなんか。あったことない、そうなもの。あのな、捨てることないんで、別にその16日捨てないでくれるんじゃない、何があるか。うん、そりゃそうだ。そりゃそうだ。そりゃそうだよ。誰が考えたの、そりゃそうだ。ああ、眠れの。ちょっとまたこれ恥ずかしいな、この手も。